頃は戻る千の丸の皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は大根栽培ですね、間引きで決まるその後の成長ということでございましてですね、大根栽培成功の秘訣なんですけれども、もうそれはですね、間引きにあると言っても過言ではありません。まずね、残す株を選びます。どれ残そうかな、これにしようかなっていう、こう成長の遅れた株は明らかに間引きの対象ですね。こういうやつはね、間引きする、これ分かりやすいですね。ただし気をつけてね、優しくゆっくり引き抜きますっていうのはね、土の中でですね、大根の根っこ同士が絡んでいることもあるので、ですので慎重にですね、このサイズでは1箇所に3株残すようにするんですけれども、これがだいぶ前にね紹介した動画、発芽率が高くなる大根の巻き方なんですけれども、これ発芽率が高いので1箇所3粒巻きにしました。通常はね、4粒とか5粒とか巻くんですけれども、発芽率を上げる方法でですね、3粒巻きで十分でございます。5粒巻きだとね、このような双葉が出てきた段階でですね、間引きをして、1箇所3株程度にするんですけれども、でも3粒巻きでしたので双葉はそのまま残して、ほいで、このサイズまで、育ってるということなんですけれども、これくらいの大きさになりますとですね、今度ね、葉っぱ同士が密集が始まるんですね。これで、光合成に、影響が出てしまいます。ですので、状況を見ながらですけれども、1箇所ね、3株もしくは2株に間引きをしちゃうと。でその後の間引きなんですけれどもね、これやった後の間引きは葉っぱの数が15から20枚になった頃、結構大きくなってますよね、それぐらいに、1箇所2株育てるということですね。で、目に見えて発育の悪い株は間引きします。株同士が近い場合は慎重に。これね、絡まってて引っ張るのにやばそうやなーっていう時はね、無理せずにね、引き抜いちゃダメですよ。こうやってね、ハサミでチョキって切ってしまったら、残った根っこはなんか消えてなくなっちゃいますので、この時期に土を動かすのは危険が伴います。土が動いてしまうとですね、残す大根の根っこ影響を受けてですね、形が悪くなったり股割れしたりですね、最悪の場合、根が切れて枯れてしまうなんてこともあるので、無理せず、引き抜けそうなら無理せずに、ハサミで切ってしまう。この時期の間引きの鉄則ですね、土を動かさずに間引きをするということ。この植え穴は、2株発芽でしたので1株残しになっちゃいました。これは分かりやすいですね。これね、こいつね、大きいのがあって、中ぐらいのがあって、小さいのがある、全然成長してないの今のうちに間引きしておく。これだけ離れていると明らかに根は絡んでなさそうなので、それでも土を動かさないように慎重にゆっくり間引きします。このちっちゃいのね、引き抜いてもいいんですけれども、ちょっとね様子を見ておきたいと思います。1箇所に2株、残すのには意味がありまして、湯や保険みたいなもんなんですけれども、次のね、間引きする時の、成長具合を見極めるためですね。小さい方が逆転して大きなるっていうこともないとは限らないし、で3粒巻きのつもりが、手元不如意につき4粒5粒入っちゃいました。絡んでそうなやつを間引きしておきます。ハサミで切って3株残しね、さらにもう1個切って2株残しにするんですけれども、3株よく似たサイズで離れているので光合成に影響しそうにないので、しばらく様子見です。こちらの方は根っこがぐちゃぐちゃに絡んでしまいました。一番厄介なパターンですね。これも安全策をとって、ハサミで今のうちにカットしておきます。
2株残しですけれども、ここまで絡んで密着しているとですね、お互い育ちが悪くなりますので、これもね、絡まってて引き抜くわけにはいかないので、ハサミでカットで葉っぱをね、傷つけないようにゆっくり取っていきます。あと土寄せしてね、なるべく直立させると、その時ね、根っこ動かさないように慎重にやってくださいね。これもやばいですね。明らかに絡んでますね。なんでこんなに密着してしまったんでしょうか。3粒巻き離してもらえたはずなのに。片方ハサミでカットします。でこれね、さらにちっちゃいのが陰に隠れてましたよ。これも絡んでます。嫌ですね。発芽率 100%、 3粒巻きで3粒ほど発芽、3粒とも発芽したってわけなんですけれども、このちっちゃいの慎重に引き抜けそうなので引き抜いちゃいます。こちらは3粒とも発芽、もうちょっと大きくなるまで、葉の影ができるぐらいに大きくなるまで様子を見ましょうか。もう少し成長するとね、よくわかるんですけれども、実はですね、むちゃくちゃ大きいのがね、出現するんですよ。むっちゃ葉がでかなってるなっていう、これがね、やばい。これは間違いなくね、二股、三つ股になります。ともすればですね、四つ股、五つ股、タコ星人になっちゃうわけですね。また割れ大根っていうのはね、太い根がいっぱい出てですね、これでその根っこがですね、土の栄養をいっぱい吸収するんですよね。だから他よりもぶっとく育つので、ぶっとい大根やって喜んで収穫したらですね、先ほどのようなタコ精神が出現するというわけなんですね。ですので、次回の間引きです。次回の間引きの予定は葉っぱが15枚から20枚ぐらいになった時ですね。この場合、成長不良は元よりですね、肥大っていうんですか、成長でっかくしすぎた、成長しすぎた株も引き抜きます。その段階で根の肥大がね、ちょっとね、始まってまいりますね。間引きした大根を食べることができます。身も葉も柔らかく、味噌汁の具にすれば最高ですね。それで、この1回目の間引きが、今回の間引きね、終わったらですね、前回紹介した白菜の根付き声と同様にですね、窒素肥料を与えておきます。尿素300倍の希釈液で、これをですね、これね、ちょっとね、大根の苗作り実験をした株なんですけれどもね、この実験の様子はまた後日紹介したいと思います。300倍尿素液をですね、1箇所 30cc ほど施肥して完了ですね。今年の夏は異常気象でですね、暑い夏が長すぎました。その分いっぱい害虫が繁殖しております。卵も葉っぱの裏にいっぱいついてます。防虫ネットはできるだけかけておきましょう。次回は冬越し人参の間引き、これですね、この不織布かかってるやつ、これまた紹介したいと思います。ですので、防虫ネットはお忘れなくということでですね、今回は大根の間引きを紹介させていただきました。参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。